今年1年振り返りますと、日本の国もコロナ禍を乗り越えて、この1年通じてだんだんと元気になってきた、こういった1年でした。コロナを乗り越えて、国民の皆さんも元気になっていった。そして子どもたちがまた再び生き生きと活動をし始めた。そういった中にあって、プロスポーツで活躍された皆さんは、この国民の皆さんに、子どもたちに勇気や元気を与え続けてくれた。この勇気や元気を与えてくださったプロスポーツの選手の皆さんに、心から、感謝を申し上げたいと思います。そしてその中にあって、大賞に輝かれた、WBC、優勝チーム、この皆さん、栗山監督を中心に、素晴らしい、夢や希望を私たちに与えてくれました。ちょうどですね、WBC、準決勝、決勝の時、私はですね、ウクライナに行くこの10時間の列車の中でありました。ちょうどその時と重なったので、優勝がよりこの、強く印象に残っています。残念ながらリアルタイムでこの優勝の瞬間は見ることができなかったわけですが、この書いてから、大谷選手を中心にこの弾ける皆さんの姿、何度もこのビデオで見させていただきました。しかし考えてみますと、今回の WBC はこの、日本韓国戦の始球式、私務めさせていただいて、栗山監督にキャッチャーやっていただいた、そういったご縁もありましたし、栗山監督は WBC 優勝チーム、彼らは、野球の伝道師であるという言葉を残しておられます。まさに国民に、そして子どもたちに夢を与えていただいた伝道師だということかと思いますが、今日スポーツ大賞で、賞を受けられたこの選手の皆さんは、それぞれが、スポーツの伝道師であったと、思います。本当に今年のそれぞれの活躍に心からお喜び申し上げ、そして、今回の栄誉をこの一つの励みとされまして、また一層ご活躍されますことをお祈り申し上げます。ということで、お喜びの言葉といたします。おめでとうございます。ありがとうございました。野球日本代表チーム侍ジャパン殿、紀伊球団は公益財団法人日本プロスポーツ協会において令和5年度の最も優秀なプロスポーツチームと認められる、日本プロスポーツ大賞を与えられました。よってここにその優れた業績を称え、内閣総理大臣杯を贈り、これを称します。令和5年12月21日、内閣総理大臣岸田文雄。本日は、総理をはじめ関係者の皆さん、そしてプロスポーツを応援してくださる企業の皆さん、本当にこんな素晴らしい賞をありがとうございました。今年は本当に各スポーツ、活躍する選手が多い中で、侍ジャパンがいただいたこと、本当に感謝しております。選手たちが、本当に命がけでコロナ明け元気をお届けしたい、子どもたちに夢を与えたい、そんな思いがもし少しでも伝わって皆さんに喜んでいただけたのであれば、本当に嬉しく思います。これを機に、野球に限らずスポーツの全ての力を結集して、また日本のために全員頑張っていきます。本日は本当にありがとうございました。栗山様、ありがとうございました。あ、いいですね。本当素晴らしいです。ありがとうございます。
ありがとうございました。受賞者の皆様どうもありがとうございました。ご応援ください。なお岸田総理はご公務のためここで退席されます。長い時間ですが非常に密のお声時間ありがとうございました。